笹の腰水道は、高知県四万十町にある、高知県道323号柵や、影の停車場線の道路トンネル。2021年現在のトンネルは、昭和20年代に改修されたもので、それ以前の久保川営林所が建設した林道森が、内戦時代のトンネルは、明治時代に掘削、利用された。1九百四年、松葉川にある国有林の木材搬出のため、 当時の松は河村森が内から新田村木暮地まで約2 0トルの林道が計画され、その林道の難所となりそうな笹の越にはトンネルを通すこととした。トンネル工事は機械の調達がうまくいかず、のみなどの道具によってほぼ人力で掘削された。林道時代のトンネルは内部は絞り、トンネル工口,口は補強のために、石積みの上にレンガのアーチが施されていた。 木材輸送は道路横に付設されたレールを使って森林軌道により行われていたが林道の道路部分は馬車や歩行者も通行していた時代が下ると鉄道輸送の需要がなくなり道路需要が拡大したためそれに対応するために当トンネルも拡幅工事の上コンクリートで施行された改修工事の完成年次はトンネル点検記録で1948年 久保川調子で1952年と記載されている。ありがとうございます。